月末行くのは一人、トルコチャンピオンシップへの。まあ、正直そんな疲れてもないし、まあ、当然の結果だと思ってます。まあ、今年はまあそのチャンピオンの座を守らなくちゃいけないっていう使命感はあったし、負けられないっていう気持ちがすごい強くて、まあ、誰よりもプレッシャーは感じてたけど、まあ、いざ蓋開けてみたらやっぱりまあ一番集中してたし、当然の結果かなっていうのが率直な感想ですね。やっぱり去年そのアメリカの選手に負けて8対6で負けていい勝負したって言われたけど、まあ、結果が全てだし、まあ、1回戦負けは負けなんで、まあ、すごい悔しい思いして、でそいつがベスト8で負けたのも見て、上には上がいるっていうのをすごく感じたから、まあ、この1年間は本当に、まあ、本当に外国人と戦うっていうのをずっとイメージしてたし、まあ、キングオブザロックだけに限らずバスケットで本当に去年も言ったけど、日本人が勝てないって思われてるし、現に勝ててないからキングオブザロックでも、そういったのをやっぱ覆すのは俺しかいないなっていうのはすごい思ってます。あ、今年はもう絶対初戦突破して、まずはベスト8ですね。でまあくじ運とかもあるかもしれないけど、そこはもう関係なしに絶対勝つっていうのが目標ですね。